はい、えーと、続、続けて、えー、566223の、えー、2024年以オケ秋、えー、の動画をね、見ていきます。えー、今回はレース4の49、er、ですね。さっき、1個前が J70 でしたけど、今回は49、er、です。さて、見てみか、見ていきましょう。50秒前から。 さて、海面としては、うん、左ちょっと入ってるけどそうですね右,右側にちょっとブローが寄ってて右奥にブローがあればという感じですけどまあから出る判断をしていますねこうさんはこれシモ側の手がかなり紙が寄せてきてここがちょうどね紙ピン狙う位置なのかなおちょっと逃げましたね 霜降ってるので左によ逃げているのでしょうかかなり左に寄せてますねあでもこの霜への寄せ方はなんかクロ,クローとな感じがしますねうお,お <laughs> ちょっとびやしちゃいましたけどびやしなければ最高のスタートだったかな 今の動き見てみますかはいこの辺でね列に入らずにまあ後ろから、えー、スタートする、えー、やり方を、えー、しているようですがこれこれに関しては特に言うことなくてまあここからシュを流すとしたらねどこどこに入れるかっていうのはまあ見ておきたいところですよね、うん、ここでまあね腹を決めてというか結構端っこを狙う エンド寄りを狙うのはまあいいかな。ただ、ここでね、絡まれてるというか、えー、まあ自分が絡みに行ってることにはなるかもしれないんですけど、ここでちょっと刺激をしている、刺激してしまったので、ここへの、何て言うんだろう、対策対応は、あらかじめ考えておきたかったかなという感じはします。ここもね、ちょっとブロックされる危険性はあったんですけど、まあ、うん、うん、穏やかな、えー、手だったんですけど、もう一手ね、これね、 多分このまままっすぐこっちに入っていったと思うんですけど、やっぱ一回神に、ああ、どうなんだろうな。いけ神に、神のルームに入る素振りを見せても、まあ、いいかもなっていう。これはもう明らかに死もしか入るルームがないので、この前の手員にとっては、まあ、もう全力で防ぎに行く対象になってるので、まあ、ここがね、うん。 結局下側に相手に、ねうん、走ってくれて自分はそれ深追いせずに神っていうのは判断はそこはいいかなと思います相手がめちゃくちゃうまいとこれもっと神、えー、としこのルーム開けてくれなくて潰されるとかもあかの考えられるので、まあ、ちょっとねあもう少しあのー そこら辺極めて見ると面白いかなと思いますただ十分これね結果的には下2ルーム作れてうんこれねこれ0の黄色の文字0秒黄色の文字で出てたんで多分大丈夫だったと思うんですけど打たせてたらしばらく走ってたのかなただここうんタックの判断は早くてかいいのかなうんただ今部屋の量がちょっと多かったな ここ,ここら辺でもうベスト VM エミを押しても、この赤の点もタックしているんで、ちょっとベアが多かったですね。うん。まあ、まあ前通れるんで大丈夫もうちょっと場が高いと、また今後のね、展開がまた違ったものになったかなと思います。あ、でもここも通れるんだ。よかったですね。ただ今のもちょっと危険。<laughs> はい、さあまあ下でねえっ、ー、と一戦でスタートできた人は、まあ、もうちょっと高いところにいますねうんあとはもっと左側寄せてる人もいますけどうん最後までこれ左フレが結構続きそう平均的には左のフレーの界面かなただ右にも一回入りそうな予報ではあるんでどうなんだろうな まあ、やっぱり一つ言えるのは、そこら辺の海面を、まあ、もうちょっと見れたかなっていう、さここまで突っ込んでしまいますが、多分スタート前、あんまり神の風を見てないんじゃない、見る余裕がないかもしれないんですけど、も見てないと思うので、まあ、もうちょっと見る時間があってもいいのかなと思います。この,この辺は見てるのか。あんま見てない。たまたましか入って 視界にはは入っててるけどまあ見なないかなといかとここら辺の左フレがどうかっていうので、うんスタート後ね、絶対タックし,し,したくないか、あとはここら辺で左に寄せるかどうかっていう判断も、 あ,まあ,あったと思うんですけど、そうですね。まあ、心理的には、まあ、ロングなんで、あんまりタックしたくないかなっていう。このまま行っちゃった方が楽なのかなという気はしますし、まあ、右の方も、こうい色自体は濃いので、うーん、悪くないかなと思うかもしれないですけど、ここら辺のね、形が若干、言われてみればという感じではあるんですけど、僕も。ここら辺がやっぱ左の振れ、結構大きいの来るかもしれない。スタート前にかなり左振ってたんで、 もう一回同じぐらい大きな左振れが入ってもおかしくない回面ではあるということだけは言えましてでその中でここちょっと斜めの線が見えていますかね見えるような気がするんで、まあ、この下の手と一緒にあるいはその奥で返しても左側に寄せても、まあ、面白かったのかなといううんただやっぱり心理的にはタックできないですよね左振れ 3メモリあって、紙にも下にもまあ船がいて。さあ、上から見てますけど、この白いあの白線、横の500、400とかのこの,この線はね、人の完全に好みかなと思います。僕は ま使ってないですね。なんか僕はなんか単純に僕の個人の問題ですけど気がちっちゃうので、えー、けてないです。ここでどうしてぶつかってしまったのか。これはですね、もともとやっぱりタックされたらぶつかるかどうかっていうのは絶対に頭に入れておかなきゃいけなくて、まあ結構自分がね、少しスタート出遅れてる状態だったんで、ここは 警戒しなきゃいけなかったですね。で、タックの原則があるとはいえ、うんうんうん。ちょっと厳しいですね。まあまあまあ、ここはね、自分で反省もできてるかもしれないので、えー、これ以上は言わないですけど、えーあ、ここも、そうですね、ここのタックも正直ちょっと、えー、不安な要素だらけでして、なんでかっていうと、なんだろう。まあ、直前まで神に、 え、船並んでた、あの、紙に手がね2、2手ぐらい並走してたと思うんですけど、まあ、えっと、ペナルティで減速したとはいえ、まあ、この、紙側、左海面側を全く見ずにタックっていうのもちょっと怖いかなっていう気はします。ここでのタックがいい悪いっていうのは、まあ、そんなに悪くないかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ、結果的に、えー ブランキーに入,入っちゃってるので、まあ、ここね、やっぱり、そうですね、ティナ4ナのペナルティかなり遅いよっていうのは覚えておきたいですね。で僕だったらやっぱり一回奥行っちゃうかな。奥行くかはも、ここでタックするかですね。もう、もう、2、3秒前にタックするなら左寄せれたんですけど。<laughs> このタックももったいなかったですね。 さあ予報的にはねもうなんか右がちょっと一回入りそうな気がするんでそういうの見,見れてたならやっぱり最初からちゃんと右っていう意識を自分の中でもっと置いて、まあ、そもそも下手がタックしてきた時にしっかり後ろ通るっていう判断がうんできたかなという。どっちに行きたいっていうのがちょっと意思が固まってないと多分。 どっちに行こう、どうし、タックするか、後ろ通るか、まあ前通れるか、どうかみたいな、まあ右か左か固まってないと、ちょっと反応が遅れることはあるかもしれないですね。さあ、でもなんだかんだこう、お茶ついてるのかな右で結構、まあ救われた感じがありますね。うんうんうん。最後の右でちょっと救われた。だ,だからあのつ、なんか最後の、 ね、もったいない通クとかなければ、もっともっと前行、まあ、け。もう2、3個順位上がってたかもですね。あと、ペナルティーなかったら3位ぐらいまで行けてたのかな。そんな気はしちゃいますけど。さあ、ここはノー脳イでいいのかな。で、まあ、リーチングの時なんですけど、やっぱ、か、海面、見た方がお得だと思います。あの、か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 風上側の。結構、身の安全、 えー、確保してからじゃないとダメですけど、はい、船近くにいないので一瞬こっち右側見て、えー、どっちからブローが降りてきているかなとかどっちのブローで、えー、ランニング入ろうかなっていうラ,ランニング下った方がいいかなっていうのをまあまあ今一瞬見てくれてましたけどあれ見,見てるんだったら僕だったら即ジャイするかなっていう感じですね。 ちょっと遠いかなちょっと遠いかわかんないですけど結構色が濃かったので圧倒的にそっちに寄せてっても悪くないかなっていうでここも上側にラップしに行くのはちょっとうん怖いところはあるのでところではあるのでまあそうですねちょっとだけベアして真後ろにつこうとしたりっていうのもありかなでもこのえー、レグ中盤ぐらいになってきてやっぱ右 海面、ブロー降りてきてるんで。うん、まあ、後半伸びるのが左か、えー、右海面かな。まあ、前半伸びるのは、うん、こっちの左海面側だったかなと思います。まあ2、2体ぐらい、反対海面伸ばしてますけど、まあ、雰囲気が微妙なんで、それ、どんだけ低速出るかちょっと微妙、わからないですか。さあ、これ今、2回目の風考えてたのかな ニかミの数考えるときは上からだとどうしても範囲が狭いので見れる海面の範囲がまあ 3D この状態で後ろを向いてっていうのがいいかもしれないですさあ順位が上がってます <laughs> いつの間にか今のはそうですねまあ,まあいいのかなうん 前の二人が回ってない方を回るのはいいと思うし、まあ、ブロちゃんと、ね、即タックで寄せてるのもいいと思います。で、なんで抜かせたかっていうと、まあ、右側、ちゃんと奥まで来て、真ん中に近寄らなかった。のと、あと、そうですね、こっちまで寄せてこなかったから、ですかね。 うん。なんかこっち、あ、そうですね。まあ寄せづらかったのかな。どうなんだろう。ちょっと船がたくさんいて、右側、まあ左側面側出しづらかったのかな。あと風がちょっと弱かったんだと思いますけど。気づいたら抜かしてますね。あと風の触れがもしかしたらあるかも。触れで原因してるそんなことあるかな。触れ、触れで原因 ちょっと何でかわかんないですけど、まあ、高速タックまではとにかくいい、いいですね。はい。これはもう、えー、右奥ですね。サイクレアさんが返してきたんで、まずい。ああ、逃がしてくれましたね。ただ、ルーズカバーでした。うん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 。 景色じゃんと今いろろなとこ確認しようとしてるのはいいと思いますね。うん。ああ、ここでタック。うん、そうですね。えー、っと、ちょっと待って。ここは今、2つの要素が絡んでて、まあ、風に、まあ、いつでもそうなんですけど、風に対するコースと縦に対するコースが、 を考特にこ,こ,この局面では考える必要があるんですけどまずですね相手が返し、まあ、下手が返してきてこれに対して下を消した時にもしこの赤い手がタイトカバーしてきたらどうなるかっていうとこの下側でタックした右側の手に。 もしかしたら抜かれてしまう可能性があるんでここはまあそうですねタイトカバーの位置関係ではほとんどあるかもしれないですけどもうちょっとしっかり目の前って感じの位置で返してもいいのかなっていう下手に対してはで風のことを考えるならまあ右奥 に出してもいいと思うんですけど、も,もっと右振れが入ってくると思うんで。ただ、入るタイミングとか考えるとそうですね。まあでも早、早く早く右い寄せていい海面だと思います。これもう一回、交差も右行くんじゃないかなと思うんですけど。えー、で、そうなった時に、さっきの下手無視して右側突っ込むのはどうかっていうと、それはね、それで、ちょっと難しいんで、 難しいというか、えー、とその赤い手上側の手にカバーされ自分がカバーされて、えー、と下手が上がってくるっていう展開も考えられたので奥まで行くとまあそこら辺をかまあとりあえず考えるうん、まあね、まあそうですこれほとんど下手の前にいるんでまあ特に言うことはなかったという。 ただ1位の手がまあ右に寄せているのは、えー、すごく大事ででこうなった時にやっぱりもう一回右に寄せにくくなっちゃうんでう,ん,うん難しいけどまあ初めからもう少し右寄せておいてもよかったかなっていうそう逆にこのここでえっと内側走らざるを得なくなっちゃう方が苦しいですよねあの右奥を追い出される 方が結果的にはまだマシというか風あるんでで,で触れも多分来るんで低速でも風の触れでも原因する外側にいた方がカバーされたとしてもまあ良かったのかなっていう気はしますね。 ここでカバーされてるので,で、逆に4位の点に右に行かれた時に、右に寄せようとすると、絶対クレアさんがカバーしてくる。ほとんどの確率でカバーしてくるんで、これはやっぱり、うん、そうですね。で、ここ、タックも、もっと早くタックしておけば、もうちょっと傷が浅くなったかもしれない。どうなんだろう。うん、ちょっとね、うん、これね、右行った方がいいですね。抜かれてないかな、ギリギリ。最初の差があった、いや、 ちょっっと厳しくなってきたここまで来たら僕はレイラーに乗せちゃうかな、うん、ここまで来たら逆に、まあま、一回負けを認めてタックス減らしても後ろにつくかなちょっと事故が怖いんでこういうータックとかすると一気に後ろと差が縮まったり接触の可能性も出てくるんでここはやっぱうんそうですね で、まあ、もしタックするならもっと近い距離で下請けして、えー、まあ、リーバーして、リーバータック決めそう、頑張って決めて、ねじ込んで入るっていう、いい方がいいですね。中途半端と言っていいかわかんないですけど、まあ、そうですね。ここは、どっちつかずっていう感じ。とにかく、一回この船との接触が避けれたって感じですけど、こっから自分が、 えっと足りるほど右振れはまあやっぱないと思うのでそこら辺も考えてうん後ろかなという感じですね。ふんふん。 ここ下手がいる状態でのスピンアップは怖いんですけどうまく逃げてますねはい最加速じゃいったかなと思いますがおあノージャいほうほうほう基本的にはうん怖い <laughs> ですねやっぱり今結構 こう右界面に風、ブロー入ってるんで、は、は、えー、と、離れたくないか、えー、ブローから離れたくなくて、このコースたま、まあ、やむを得ないときはここ走るんですけど、即試合できるときは、即試合でいいかな、って、僕は思います。だ僕だったら即いいかな。まあ、最後ね、最後のなんか、わちゃわちゃに、で、生き残れないとかは、 可能性としてあると思うんですけど意外と耐えるかなっていうことの方が多いんで僕は即座で引いたり奥まで基本的にいってますねあでもこれは結果的に後ろ争ってくれててそうですねまあいい感じにフィニッシュしてるんじゃないかなと思いますあうんうんそうですね、まあ 今まで上げるの難しかったかもしれないですけど、まあ、もう少し安全に、まあ、3位とか、守れるようになるといいですね。ということで、はい。49の方はちょっと短めですけども。えー、ま、全体的には、そうですね。まだ、まだまだこれから、ええー。これから <laughs> はい。まあ、 確かに 2, 2年生とかだったと思うんですけどまあにしてはうまいなというにしてはって,言って言うとあるだないやうまい普通にその順位的にもかなり上の方でしたし最終的にあのこれからが非常に楽しみですね本当にあに細かいところを一つ一つなあの、まあ、改善していけばかなり上も目指せるんじゃないかなと 思います。ということで、えー、こちらの動画を終わりにします。